頭下げに行くか。行こうぜ、アルナスの代理人さんよ。かかってこいよ。いい選手持ってるらしいやん。散髪してやろう準備があります。どうですか、この条件では。ちょっともう、なんでよ。475?26 と辛い自治。どうすか26と辛い自治。26で席じゃ、契約を進めながら辛い自治トレードを申したいと思います。設定額を変える。おいおい。つえな。やるね。選手はいらねえと。金を払えと。なるほどね。あ、選手はいらねえと。応援進める気はありません。ロナウドチーム選手4号以上は用意できません。あ、ちょっと、あ、ちょっと折れた。ちょっと折れたぞ。ちょっと折れた。ちょっと折れたぞ。かわいい。急にかわいくなったな。ちょっと折れた。さらに刻まるな。4号5以上は用できません。おお。まあまあ、そうだな。こいつ10万ケチってきやがったって思ったやろな。こいつ10万ケチってきやがった。いつものレストランやんけ。もっといいとこ呼べよ。おいおい。おい、ほらもうロナウド戸惑ってるやん。こんな安いレストランかよ、つって。こんなワイワイしたとこで呼ぶなよ。ロナウド様やぞ。もっといいレストランしろよ。来たね。なんか、すごいいっぱい停止してる。ちょ、見たかった。見たかったって。なんて言ってた？給与88で？契約ボーナス 65？ ゴール25？ じゃ、ちょうど見てなかった。わ、やべえ。喋るの必死で全然見てなかった。何これ、ゴール、ね、25決めてくれるってこと？そういうこと？全然見てなかった。あ、25ゴール決めたら、これだけ払えますよ、確か。だいぶやる気あるね、ロナウド。これどうよ。もっと下げていきするけどな、正直。まあ、様子見するか、様子見。うん、契約金さえ60万。25ゴールで56万。週給8万8000円以上の学校で。怖い。怖いよ。怖いよ。まあまあ、これまだまだ、何をご冗談用のラインだと思うから。これでもう一回でしょ。トライアンドエラー。25号1納得意見はいかがでしょうか。おいおい、ぶち切れてるやん。あ、ぶち切れてるわ。あ、なんかでも、ゴールボーナスがめっちゃ下がったわ。ぶち切れてるやん。ごめんって。ごめんって、もう給与は無理やって。もうボーナーごめんって、もうごめんって、5ゴールで75万舐めてるだろう、おい。なあ。5ゴール75万舐めてるって。ここでいこう。8何人越してもらえません。ボーナスは8万要求します。おいおい。あ、でもゴールボーナス上がった。いやいや、ちょっと。いや、ちょっと強いなぁ。10万点はどうでしょう。お、やった、取ったぞ。ロナウド。ロナウド、ありがとう。代理人、ありがとう。この5000円、あんまでかい、意味あるかわかんないけど。この5000円、意味あるかわかんないけど。来たぜ。来たぜ、あの男が。めちゃくちゃいいスーツやもん、ほら。スーツがいいもん。ネベスがもうほら嬉しそうやんわ。ほら。会えて嬉しいですって。全然ほらもう身体能力がちげえもん。あ、これ素晴らしいな。あ、来たネベスのネース。おい、うちにロナウド来たのかよ、つって。おいおい、つって。7番、7番な。7番渡せよ、7番。お、会話してるね。10番。7、まあまあ10番、まあまあ10番ならいいか。あ、まあ10番ならいいか。俺は7番がいいけどな。来
たね。やっぱ似合うわ。顔がいいから似合うわ。7番ですよ。さすが7番よ。俺は7番のロナウドが見たいんよ。ポルトガルやんけ、ゲリス。もうそんな、そんな残酷なことあっていいのかよ。おい。ポルトガルやん、ポルトガルの英雄が来たことでチーム追い出されんの？そんなことあっていいのかよ。おい。ネベスもやんけ。だからあんな仲良くしてたんか。めちゃくちゃポルトガルやん。え？上位3人ポルトガルやん。給料。ポルトガル代表でよくね？もう。ヌネスもん。え？めちゃくちゃポルトガルやん。え？ネトも攻めでも？ポルトガル代表じゃない？これもう、もはや。え？サーモ？え？ポルトガル代表やん、もうこれ。じゃ、2、29がマックスってことを頭入れた状態でいこう。ふっかけにいこう。ベジャリアルさん、なんかお話があるみたいですね。いやいや、聞かせてくださいよ。ちょうど辛い時期にね、出番与えられないっていうのが、最近の課題でしたんで、どうにかね、やっぱ穏便に話を進めたいところであります。28、28。28以下で受けられませんよ。おー、いいねー。いや、もっといけたな。じゃあもっといけてるわ。3いけたかもな、3。たぶんこれ3いけたわ。うん。あー、辛い術中。あー。なんか画像で見るより若いよな。画像で見るより可愛い顔してるわ。なんか赤ちゃんみたいな顔してる。あ、背高いな、辛い術中って。ごめん、辛い術中。そんな感想しかなかった。頑張れよって、サラビアの時は頑張れよって言ったんやけど、背高いんだわって終わっちゃった。ごめんな、辛い術。お。ストライカーの代わりを探すことは分かっています。私にやらせてください。シルバー。あなたにしか任せられません。めちゃ熱いやん。何この指定関係。めちゃ熱いやん。何これ。ストライカーの代わりを探すことは分かってます。私にやらせてくださいってさ、若干若いさ、ワコードが監督にさ、勇気出して言った言葉に対してさ、監督が、あなたにしか任せられませんとかも。シルバ泣くよ。そんな。シルバウッキウキよ、これ。ストライカーの代わりにスタメンあるのは、あなたしかいません。これあれかな、でも、ロナウドの代わりって言ってる、もしかしてこれ。ロナウドさすがにでも90分戦えないから。全然後半から出ていくことがあるだろうな。来た。来たぜ、ロナウド。いけるいけるいける。あ、ちょっとディフェンス、ディフェンス、ディフェンス。おいおいおい。おいって。おい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 。試合開始早々の先制点です。おいおいおい。おいって。誰今センターバック。なあ。誰だ今センターバック、おい。取れなかったやつ。ここでオフサイドギリギリのスルーパスが通ります。そしてこのシュートです。おいおいおい、決めてきました。簡単にはていくのか。さあカウンターで一気に行きたい。ロナウド、おい、いいね、いいね。オフサイドか。さすがにか。タッチの差ですが、オフサイド。いや、でも今の良かったぞ。まあ、まあ普通にオフサイドだな。普通にオフサイドだけど、まあいいパス出たな。クリバリ。いや、なんか、あ、もうことごとく守備がうんちや。ことごとく守備、おい、オフサイド、オフサイド。さすがにオフサイド。そんな、そんな悔しがれんて。めちゃくちゃオフサイドやもん。よう、そんな悔しがれるな、お前。なあ。めちゃくちゃオフサイドやぞ。ああ。かも。トラオレ、いいね、エメルソン。いいパスだ。アダマ・トラオレ。トラオレいいよ、トラオレいいね。いいじゃない？いいじゃない？ロナウド。入った！同点弾です。あのパフォーマンス見たかったけどな。あのパフォーマンスできねえか、ロナウド。ロナウド。あのパフォーマンスやってよ。ロナウド、お、うまいね。ワンタッチでこれよ。ワンタッチであそこ正確に打てるからね。ここでキープしないんだよ。
ここでキープして整えてから打つとかじゃないんだよな。ワンタッチでこれよ。いいね、やっぱ戦う顔してるわ。何よりも正式に決定したようですね。いいね、右転換よく見えてる、見えてる。トラオレ切る、トラオレ切る。何してんの、何してんのファンヒちゃん。おちょっとちょっとペナルティエラーですよ。ちょっとちょっとやめてもらっていいですか。軽率なプレーでしたね。ペナルティエラーでもうこんなも堂々と、よくないな。来たね。クリスチアーノ・ロナウドが助走に入る。はい、クリスチアーノ・ロナウドが決めた。いやもうアラブの石油王の気持ちやわ。もうスタジアムの3階席で今拍手してる。素晴らしい選手だ。ああやばい、ロナウドに抱きつかれた。え、ちょ、ロナウドに抱きつかれたんだけど。ちょっとのシーンをもう一度見てみましょうか。ロナウドに抱きつかれた。キーパーを嘲笑うかのようなふわっとしたボールがゴールに吸い込まれています。真ん中打つんだ。しかしここでパネルちょっとロナウドに抱きつかれた。ちょっとどうしよう、ポイしちゃうかも。ディフェンスに阻まれました。シルバーはいナイスナイス。走れロナウド、ロナウド。あー、ところで相手にカット。前世紀なら、前世紀なら俯瞰してんじゃなかったも今シルバーガラ空きやったよ。ナイスディフェンス、ナイスディフェンスやね今の。ここで試合終了のホイッスル。ロナウド様々です。よかった。25ゴール50万の500万の規約なくてよかったわ。危なかった。明日かロナウド一人であんな変わるとはな。福西さん、クリスティアーノ・ロナウドはその名に恥じない活躍を見せてくれましたね。素晴らしい。その一言です。